今日は5月の14日の月曜日です。母の日にいただいたカーネーションを描きます。カーネーションの花をデッサンしていきましょう。綺麗な白に赤い縁取りのある珍しいカーネーションを今デッサンしています。こちらにもオレンジ色の綺麗なカーネーションがありますので、これを今デッサンしています。こちらにもオレンジ色の綺麗なカーネーションをデッサンしましょう。こちらにもオレンジ色の綺麗なカーネーションをデッサンしています。綺麗な葉っぱがありますので、これをデッサンしていきましょう。こちらにもカーネーションの葉っぱが見えていますので、これをデッサンしています。カーネーションのデッサンができましたので、彩色に入ります。珍しい縁取りのついたカーネーションですね。これの縁のところを赤色で彩色していきます。こちらも縁のところを彩色していきましょう。こちらにはオレンジ色した珍しい色のカーネーションがありますので、これを彩色していきます。こちらもオレンジ色のカーネーションを彩色しています。お花の彩色ができましたので、今度は葉っぱのところをグリーンの色で塗っていきましょう。こちらも葉っぱのところをグリーンで彩色しています。これでカーネーションの絵が仕上がりました。